1910年の飛行場、エロードイナミッシャパークヨハニスタール飛行場はかつてドイツのベルリンの南東1 5トルに存在した飛行場である。ドイツで初の飛行場として1909年の9月26日に開所した。世界最初の飛行場であるフランスのランス飛行場に数週間遅れてのことであった。1920年代にテンペルホーフ空港が作られるまで、 ベルリンの主要空港であった。1925年に運用停止、1995年に閉鎖され、現在は一部が航空力学公園となっている。アルトゥール・ミュラーとゲオルク・フォン・チューリによって、ベルリン・ヨハニス・タール飛行場及びスポーツ女有限会社が設立されたことに始まる。フォン・チューリはドイツ航空のパイオニアで、1909年にフランクフルトで、 国際飛行船展覧会の運営委員長を務めた人物である。飛行場の維持費は当初、飛行を見物する観客の入場料で賄われていたため、柵を乗り越えるただ見客に悩まされた。1909年10月30日に、ハンス・グラーデが、単葉機レベラで、一定の間隔のパイロン間の8のアザ飛行をした、ドイツ機に与えられる検証、ランズ・プライスを獲得した。 1911年9月13日、メリ・ベーゼがヨハニ・スタール飛行場でドイツの最初の女性パイロットとなった。アントニー・ホッカーら多くの航空パイオニアが工場や飛行学校を設けた。第一次世界大戦が始まると民間航空は軍事に転用されたが、終戦後の1919 19年2月から最初の航空郵便が行われた。1923年に、 テンペルホーフ空港が開港すると、ヨハニス・タール飛行場の重要性は、急激に失われた。ナチス時代はドイツ航空研究所の施設が設けられた。第二次世界大戦後は、東ドイツ軍の演習場として用いられ、航空研究施設は運営された。ドイツ再統一後は、研究施設も、西ドイツの研究施設に統合され、使用されなくなった。現在は一部が、 航空力学講演となっているアドラーショフでウィキメディアコモンズにはヨハニスタある飛行場に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。